政治、政治、愉快、快乐、新婚快乐。所以我从ルベンダー公司在台湾米内贝尔比兹米的总经理，那今天可以见到大家，很高兴，谢谢。我不好意思，我翻ルベン，不过我先帮我翻一下。皆さんこんにちは。私は高橋と申します。大家午安，我是那个美贝尔，美贝尔三贝，不好意思，美贝尔三贝的那个负责人，疫情招手。そしてお父様、お母様、それからご家族の皆様、今日は本当におめでとうございます。今天非常的恭喜我们的这个不管是爸爸或是妈妈或者是我们这边的各个亲朋好友们。私も台湾に来て8年9年になるんですけども、なかなか中国語が喋れなくて恥ずかしい限りです。虽然说有点不好意思，但是我目前在台湾住了到9年，但还是不太会说中文这样子。私どもの会社は電子部品を作っている会社なんですけども、我们的公司做那个电子零件买卖的。是我的公司的人，乌斯乌克兰的台湾的同事，应该全部都可以说ルベン，配置很好的ルベン，所以我的中文不好不好。因为公司里面的人都蛮会讲日文的，所以这个老板的这个中文可能就不需要这么好。台湾の皆さん、会社にいる皆さんも、小さい頃からテレビのドラマとか映画とか、アニメとかで日本語をすごく勉強されて、日本語を勉強してそのまま仕事でも使えるぐらい日本語が上手ということで、とてもその対応力が高いなということで驚いています。这个台湾的我们这些年轻人，就是可能从日常中我们一些戏剧、一些电影、一些动画里面可以学习，都可以学习到我们有一个日文。那甚至说我们可以用在工作上面，都可以流利的使用日文。那就是我们社长对于台湾的这个青年的能力有相当高的评价。チェリーさんは2020年の3月に我々の会社に面接に来てもらって、日本語で面接をしました。我们新娘是在2020年3月的时候加入到美贝尔三贝的，然后当初就是由高桥总经理负责我们君倩的日文面试。まあチェリーさんとてもしっかりしていて、やる気があると、でもうたくさんの仕事をどんどんやっていきたいっていうことを聞きまして、まあ、すぐ会社に入ってもらいました。然后当初面试的时候，我们君倩。他表现出一份很积极向上的样子，他不但想要马上接触好自己的工作之外，还想要努力拓展到各个方面的地方。然后当初我们高桥总经理看到这个样子，就希望他也迅速加入成为美贝尔三美的一份子。今我々の会社では半導体製品のカスタマーサービスの仕事を大変頑張ってやってもらってます。本当にありがとうございます。然后我们今天主要是负责在一些对日本上面的以及跟客户接洽的客户服务上面的工作，然后他一直都给予很多人帮忙。我们高桥总经理非常的谢谢他。また昨年12月にはもう少し仕事をやってくれませんかというお話したら、本当に笑顔で引き受けてくれまして、本当に助かっています。ありがとうございます。他给予非常多的帮忙，所以真的非常的感谢他。はい、さて今台湾もそうですけど、世界中がコロナの影響で人がなかなか行きできないという大変な状況になって、皆さんもご苦労だと思います。然后说来有点遗憾，这几年因为疫情的影响，所以大家生活都带来很多的不便，然后所以他也感到非常的遗憾，然后相信各位也辛苦了，生活中有不少的影响。私も2年以上日本に帰れてないかわいそうな状態になってます。然后我们高桥总经理，他因为他跟家人分隔两地，他家人都在日本，他已经有2年没办法回日本，所以他其实心中不免也会有点难过。
まあ、そういうコロナの大変の中でもこうしておめでたい日が迎えられるということで大変喜ばしく思います。本日は本当におめでとうございます。然后能够在这种情况下还说到三里香街这么盛大、那么开心、幸福的仪式，他感到非常的由衷的感谢，祝福二位。この、お正月がもうすぐ始まりまして、2月になりますとだんだん春が近づいてくると思います。台湾も暖かくなってきますよね。然后相信等到接下来迎花农历新年嘛，等到接下来就新年过完之后就是温暖的春天，相信很快就可以。迎接到更好的日子的到来。まあ、そんな新春、新しい春の時期に結婚されるということで、とても幸せなお二人だなと思います。これからも、いろいろたくさんの幸せが二人に来るようにお祈りしています。今日は本当におめでとうございます。然后能够在这种新春的时节下结为连理，相信两位一定是非常幸福美满的。希望两位未来可以有更好的日子，携手度过更美好的未来。今天真的非常恭喜两位。谢谢大家，谢谢。谢谢。